島根県出雲郡の一出雲郡は、島根県にあった群。1879年に行政区画として発足した当時の軍域は、出雲市の一部にあたる。7世紀に、氷政の出雲表として建てられ、701年の大法律領の制定とともに、軍政の出雲郡となったと考えられる。出雲国風土期では、出雲国と同様の由来の命名とされる。また、 出雲号も同様とされる。軍家は出雲里にあった。天平5年2月30日に成立したとされる出雲国風土器には8の里のうちに23の里があったとされ、以下の里の記載がある。天平11年の出雲国大税信号歴名帳によって、里の名前もいくつか判明している。演技式新名帳に記される軍内の式内社。中世に入る前には、 木月里、伊つと無号と河内里の領域は帝軍に、宇賀里と美談郷の領域は縦の縫い軍に組み込まれたと考えられる。残りの軍域は鎌倉期から戦国期にかけてで東軍に変わった。その後、近世初期に出雲軍となった。一、小原村に出西村さ伊波花村四、直江村五、久崎村六、出東村。ありがとうございます。